俺ら踏みとどまってんすけどね。そう、助っ人ばっか金入れてますね。助っ人なんでしたっけ、誰でしたっけ。梅信俺伊藤慎。あの嵐のがよっぽいっすね。嵐のがよっぽいっすね。あれランジェリーショップ嵐のタバコパンティショップ。冗談じゃねえよあんたぐーって、ただ意地を見せてもらわないと。そうですね、助っ人なんで4スロでなんで助っ人金入れてんだよこの野郎。やろう、ほんとに見せ場ゼロですからね。しかも梅信はねえ、手上げで相変わらずのスロモンです、はい。長が助っ人とタッグを組み、バチスロで対戦し勝敗を競うスロモンタッグ。今回は木村魚拓伊藤慎一チーム VS 塾長梅谷新チームのタッグ戦。実戦ルールは完全自腹のサマイ対決。実戦時間は7時間1本勝負とし、延長戦もあり、その他は収録ホールのルールに従って立ち回ります。今回の収録ホールは東京都台東区にあるスター広小路店。営業時間は10時から22時50分。設置台数はパチンコ226台、パチスロ94台。前代無制限制で目玉の共有移動は OK となっております。スター広小路店では新台から人気機種まで幅広いラインナップでお客様をお出迎え。詳しい内容は当店ホームページをご覧ください。ここまでのスロモンタッグはチーム、さらに全体を引っ張ってきた魚拓に陰りが見え始める。そして伊藤慎はそのまま。一方、相変わらず猪木を打ち続ける塾長と天波で当たった梅信、一体天波はどこに行ったのか要注目。あのテーマはなくなっちゃったのかな。伝承にぐらい行ってもいいでしょう。ひどくない、いないって。むしろ梅信、伝承モードには入っているのか。あのテーマはなくなったんだ。ひどいな、結構タイミング悪いな俺。結局テンハは出てこず。看板しかありませんな、二人とも。なんかまたあれじゃない、助っ人がやらかして俺らがちょっと戻すパターンじゃない。俺なんかね、ありがちな、いつも。さあどう攻めるかね、この後と幸先不安な塾長チーム。一方魚拓チームは、でも人間って本当なんでお腹が膨れると眠くなんだろうね、本当に。あとこれは、もう一個、もう起きてらんなくなる、あることをすると起きてらんなくなるって、まあ、あのセックスはさておき、ね、それはさておき、もう一つあるのは、わかります？もう一個あるのは、あれなんですよ、お風呂なんですよね。本当に、まあ、お風呂入って、まあ、あれですよ、別に冷たい水を浴びるのは別ですよ、冷水浴びるんじゃなくて、体を温めて、体温が下がるときって、ものすごい眠くなるんですよ、ね、だから、要は熱いシャワーを見て目を覚まそうみたいなことを言う人がいるでしょ、あれは完全な誤りです。それやると、その瞬間は冷めたような気になるんですけど、シャワーから浴びてその体温が下がるときってものすごい眠くなるんで、一生関係なく本当に寝ちゃうんで抗えなくなるんで、睡魔に。それは要注意って、これ何の番組でしたっけ。お前もうちょっとパストの説明しろって話ですけど。そして伊藤慎は、当たった、こんなので。青ですか。
207安倍氏で東進演武突入。あれスタートがいきなり激闘だったらいいやつじゃなかったでしたっけ。うわーここは生かしたいよ。7つ大丈夫。イトシンは勝負玉7個で真剣勝負へ。あーパンチ、あーうわダメじゃん、マジかよ。7個貯めたものの単発で終了。こちらは持ちコインを飲まれた梅神。あっさり追加投資出すな。単発だとこうなるよね。見頃まで回すだけでも追加投資っていうか、あの当たる直前に引いた点が返してくれよ。そしたらね、この1ニッパからの分ぐらいは普通の1ニッパ回す分ぐらいのメダルで済んで追加投資しなくてよかったかもしれない。ついてないな本当に。やべえな、もう4万3000円か。なんでスロモンのこんなことになるんだろう。いや僕ね普段そんなに負けないっすよ。なんなんだろうこれ。ああもう嫌になってきたな。もう本当この番組やめたいな。とりあえずちょっとブツブツ言いながら、回遊したいと思います。はあ、なんかあのもう木村さんがバラしちゃいましたけれども、あの一応みんなで乗り打ちってことなんでこれ以上お金も使いづらいし、はあ、辛いな。こちらは魚宅。お今日初めてですね。中段気なが次ゲーム派生で稼い。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、あるぞ、あるぞ、あるぞ。風は何もボールアップの下だけじゃなくて当選の時にも吹くと思う。あ、ロング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 だよ、これロングだよ、ロングだよ。ダメだ。いや、ただ上がってる可能性は十分にあるんで。待てよちょっと待てよ。うわまさか俺これを崩すっていうか下ろしたら思わなかったな。魚宅このまま持ちコインを減らし続けてしまうのか。そんな中淡々と打ち続ける塾長。闘魂ビッグを2回、闘魂レギュラーを1回引くが ART には入らず。何打つの？え？何打つの？いや北斗言ってたんですけどもうやめます。え？今度からあっち行きますから。マジで、マジで。ああ、負け犬、負け犬は負け犬って言ったよ。まあ、あのただでさえもう打つ台がないというところで、まあ、あのどうせやるんだったら、まあ、僕不本意ですけれども一撃狙いになるん で、まあ、勝負自体は定まなのでね、 あとはお金として負けないように。あのね、まあもうその一発で狙うんだったらこれしかないなと思ったんですけど、まあこれとかもありですけど、まあやっぱりこれかなと思って、ただね全数は2スロにはなかったんでとりあえず4円スロット、4スロね、さっき5スロって言ったけど。梅神4円スロットのゼウスへ移動するが、もしかここでゴッドスロット嫌じゃない？なんか怒られそうじゃない？俺も何しても怒られるんじゃない？例えば向こうで逆転だっつってゴッド作ってあと 2,3 万負けたら怒られるでしょ。でもし4スロとか2スロでゴッド引いたり3000万とか出したら勝負的にはいいにしろ怒られるでしょ。どうしたらいいのもう俺。やめよ。
寂しくなってきた。1000円も使っちゃった。何がダメなの？一回あの1000超えてるんですよ。これが1400アベシぐらいまで行ってるんで A でしょ。 A だから、うん、まあ一回じゃ分かんないですけどね。6じゃねえかもってことでしょ。うん、まあでもこれよりはいいですよ多分。うちえよあ、これまあ2頃まで行ったらやめます。ああやめん。だから2頃は超えちゃってるんで、もう次はどこまで行くか分かんないんで。まあそんなこと言ったらジェスだってね、どこまで行くか分かんないですけどね。あれ、こちらは72ゲームで闘魂ビッグを引き、火山修行モード中の塾長。あれ、あら、あった、あった、あった、あれあれれ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 れ、嫌な予感。おう、よし、42ゲーム闘魂ビッグをゲット。なんとか踏みとどまってる。こういう時はね、結構行くんだよね。行くこと多いんだよ。頑張ってるよ、ほんと。しかし行かず。一方、ホールを回遊中の梅神の目にある台が止まる。まあもう木村さんが言われたものと2スロと5スロで出すのも嫌だし、かといってね、普通に10ストローで取り戻せるポテンシャル持ってる台打つのも嫌なんで、まあ当たりやすいノーマルタイプということで、6出なし、こいつがですね、今合算が4ぐらいなんですよ。134で、まあ、全然回ってないですけれども、でまあ、レギュラーの方が大事で、まあ、ビッグもこの台は非常に大事なんですけども、レギュラーはまあまあいい確率で、まあ、なんていうんですかね、そういう理由でこれをゆっくり打って余生を過ごしたいと思います。ゆっくりね、まあ、とにかく当たりやすい台なんで。こちらは糸心。一応初当たり4回中1回だけ安倍氏1400以上多分いってたと思うんで、ゲーム数的に900ゲーム超えてたんで、単発というか連チャンが弱いくてやめてるんですけど、まあ今自分が打ってる台よりは可能性はあるかなと思うんで、とりあえずこっちに移動してみましょう。今の台1700ゲームぐらい打って、お役はまあまあいいんですけど、表チェリーが174でジャックが96分の1ぐらい。ただまあそれだけでみたいな、はい。隣の台へ移動した糸心、そして同じチームの魚卓は、これいるね。液晶には177が停止。当たってる可能性もゼロじゃない。氷雷魚卓ゴッドゲーム突入。ここは決めんぞ、ほら。本日2回目の天空の扉。あー、痛い痛い痛い、お腹痛いなんて。いや
その頃、魚拓の相方イトシンは、最近の台の難しいところは見ててもあれがこう競ってたなって分かりづらいのが難しいですよね。北斗もだって実際今日あるとしてもどこが当たりかちょっと分かんないですもん。左角が初当たりが多いんで強いのかもしれないですけど、ただ挙動見てないから何とも言えないですしね。ジャグラーとかは分かりますけど、ジャグラーはまあカードが強そうには見えます。今のところ合成103分の1なんでね、2000ゲーム以上回ってて13の10。ってなったら他にもカードが強いのかなと思って一応北斗のカード触ってみたりしたんですけど、まあ反対側が強いのでちょっと分かんないですね。なんでまあ魚拓さんに任せたいと思います。何やってんの？休憩。ここなんていう剣ですよ。剣名前知ってる？ここの名前何ですか？負けた人が座る犬。犬じゃねえや、椅子。いやまだ分かんないじゃないですか。負けたとは限らないんで。いやまあ無駄な登場しないのも立派な立ち回りですから。まあ俺はほらあんまり登場しちゃうとあんだけ勝てる試合を負けるなんてことになったらえらい目に遭うの。おやつおやつ、たい焼き。たい焼きすごい美味しいんだって。おお熱々だ。いただきます。どうした？すいません、差し入れです。もらったの？買ってきたんですよ。買ってきたの？吉祥寺まで行って。本当に？おおすげえ。いいね。これ食ってトークでもする？てか今何してんの？美味しい。ケンケンからかいに来た。もう唾吐きたいもん俺。え？唾吐きたいもん。唾吐いてやりたいもん。またまたじゃねえてめえ何してんだこの野郎。ったくよ。じゃあ海谷先生にも。こんな仲良さそうなのにね。見て見て見てほらほら。こんなに仲良さそうなのに仲間割れしてんのほらほら。あでも俺どっちだっけな、こっちは勝ったと思いますよ結構。あ本当。まあ今日勝たなきゃ意味がねえからさ。天井に到達した梅氏が差し入れのたい焼きを食べながら打ち続ける。投資9000円でビッグボーナスをゲット。全部で投資が5万3000です。さてまさか本当に天井まで行くと思いませんでしたけれども、行ってしまったのでまあビッグ予測やめと。まだビッグでよかったです。でまあちょっともう残り時間もわずかなので一応ですね最後にうろうろはしますが、もうおそらく僕はこのまま投了となると思います。はぁ疲れた。すいません、また負けましたね。僕ね申し訳ないって思いと悔しい思いの半々なんですけど、なんかね何回か言われたことあるんですよ。もうそれも出ないでくださいぐらいの。いや僕だってね別に出たくないこともないけど、そのなんか仕事なんですよこれも。でね負けようと思って負けてるわけじゃないですよ。いろんなね悪いタイミングが重なってそういうことになるんですよ。だって6つ持っても負けるんですから、それを責められるんだったら6つ持っても負けるっていうのは僕の中でしょうがないことなんで、それはいいんですけど、それを責めるのはちょっとやめてあげてください。ただこう情けない立ち回りの時はね責めてくれれば。でも他の番組とか他の企画と同じようにやってるんですけどね。352枚戻ってました。はい、サダマがどうこうとかまあいいでしょ。もういいです、そんな話は。
さあというわけで伊藤新脱落、さらに梅新も脱落、お前ら何だったんだって、負けを出してはいないか、お互いのチームのっていう。最後結局ね、塾長と俺の対決になったみたいで、だから道を引くかゴッドを引くかみたいなもんですよ。とそこへ、無駄に打たない方がいいっすよね。まあまあそうですね。じゃあおとなしくしてます。あ、分かりました。その代わり正座してて。え、正座してて、正座で待ってて、正座、正座で待ってて。腹立つわ。してんのかな。糸心の様子を見に行く魚拓、その目に映った姿とは。てめえ今したの。じゃじゃじゃ、ずっとしてましたよ。今こうやってこうやってて、俺が見たらこうやって一緒にやったんだね。お前ずっとしてました、マジで。もうしびれて、もうだ、立てないっすもん。ね、この姿を健太が見たらどう思うんだろうね。パパ頑張って働けよ。もう大変、ね、俺に一日預けてくれない、健太、ね、やだやだ、絶対やだ。たっぷり教え込んでやるから、父親の本当の姿を。恐ろしいわ。ちょ、俺もダメだわ。じゃあもうしっかりしてくださいよ。マジで、マジで、もう最後の頼みの綱なんですから。あ、俺が頑張ったんだ。そうですよ、わかりました。じゃあ何度か当ててきます。お願いします。じゃあ正座して待ってるんで。違う、今ずれてたからお客さんの邪魔かなと思って。本当もうすぐ文句言うからさ、俺だってゴッド引いたら今頃余裕ぶっこいてますよ。そりゃ普通のパチスロは92ゲームでやめるんですよ。あ、92じゃない、128で12パで、今日はこれ96まで、訓6までしかないんで、とりあえず訓2やめで、92ゲームやめです。お疲れさんでした。はい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 、と終わり。すいません、あの4人でウーロンハイ飲みに行きます。お疲れ様でした。一応勝ちプラス、スロータック、もう泥試合とはまさにこのこと。何をしてんだと。ね、礼儀正しくお辞儀すれば何でもすると思ってんじゃねえぞ。いやいや、何でもとは思ってないですけど。はい、な、もうね、今日ね、チーム戦どころか、うん、もう4人の乗り違い。こんなにもなんか悪いと思わなかったね、相性がね。なんなんだこれ。ひどかったね、今日。マイナスマイナスだったね、みんなね。はい、じゃあスローモンタイク、チーム戦なんで、一応ここですね。あ、一応ここで分かれてるってこと。じゃあ、熟成チームから、じゃあ、まず個人個人の収支から。はい、私が、投資、3万2000、獲得ゼロ、ってことはマイナス1600万円。頑張った方だと思いますよ。まあまあ、いや、まあそれが頑張ってるかどうかは梅谷選手の結果を、まあまあ、ね、梅谷選手は僕はマイナス2298万ですね。負けたね、負けたね、負けたね。いくら使ったの。5万4000円かな。5万3000円。5万3000円かな。使ったね。いや、もう俺笑うしかないね、今日ね。もうね、サイドセブンを見てる、あ、また負けたんだって言われて。おかしいな、他局だとね、ヒーローなんだけど。そうなんだよね。おかしいな、番組でると評判落とすね。いや、本当もう出たくないですけど。もうなんか皆さんと付き合いがなくなりたいなって、ちょっと電話とか出るのやめようかな。いやいや、次頑張ろう。伊藤さんもそろそろ出たくないんじゃないですか。いや、まあ、いや、でも俺初絡みみたいなもんなんで。そうそう、もうなんかこの2人が悪いんじゃないですか。いや、まあそれもあんの。いや、なんでなんで、違う違う、あの
いや楽しいよ。で、2人と負けて塾長チームの合計は、はい、マイナス3898枚。おお横井さん、横井さん、バクバク。俺絶対このトークの間に忘れてると思った。いやずっと考えながら今考えながら4000枚近く負けた。4000枚ですよ、ほぼほぼ。で僕あと今気づいたんですけど、多分それってあの全部20スロー計算してるじゃないですか、はい、僕あの1000円4スローってんですよ。なんでマイナスなのはもうちょっと多いっすね。ここで訂正したの。そうなんだ、これ訂正したの。4スローも打ってるんだ。はい、あ、そうなんだ。4スローで1回あのゼウス打とうと思ったんですよ。え、何だったの。ゼウスです。で、あ、だからあのもうみんなに乗り打ちしてるからこれ以上お金使えないと思って、ただ勝負では勝ちたいなと思って、ね、全然打ったんですけど、うん、打ってる途中に万が一これで出たら3人からなんかめっちゃキレられそうな気がするなと思って。それキレるよ、何しても怒られると思ってどうしていいか分かんなくなって、一応天井も一応あるあのロケ出しを打ったんです。あの2スロー以外の、まあ、2スローなり5スローなり4スローなりって一番嬉しいのって負けた時だからね。そうだね、セーフみたいな。それだけだもんね。確かに。3898、はい、もうゴミだねあっち。ひどいね。私も当選勝ちましたよ。投資3000なんで獲得617プラス467枚。うん、おプラス検討。すごいね、プラスも。いや俺は序の口ですよ。序の口、序の口ですよ。序の口違うな、まあ、こいつがね、はいはい、言っちゃってください兄貴。投資37000円、はい、獲得0枚。じゃあ だからですよ。じゃあだってこのガチの梅神がああなっちゃうぐらい厳しい状況の中で37は検討だと思います。僕は本当にあのね、一つ、うん、ものすごい言い訳上手くなってね、上昇流を始めてから。上昇流、上昇流の名前出すなよ。なんかこうやってやり始めてからすっげえ言い訳上手くなってね。そんなことないですよだよ。というわけで、私のチームマイナス1383枚ということで、はい、このチーム対決ではこちらの勝利、まあ、俺今思ったんで勝ったから何って。何こんなこと何だろうね、あるてめえ。おい、何だろう、勝ったから何だよ、何だよ。いや、まあ、まあ正直僕らも全然悔しくないですからね。腹立ってきたんだけど、本当に腹立ってきた。なんで勝ったからなんで俺ら万歳とかすんの。いや、下げんだろうな、やろう。なんで俺にキレてるかが分かんないんだけど。一番悔しいよね、今日ね。悔しい、勝ってんのにね。あったまきた、次回もな。やだ、マジでやだ。あったまきた、ほんと。違うんですよ、失われるものはお金だけじゃないんですよ、僕。ね、いろんなものが失われるんですよ。いろんなものを失っていくんだね。じゃだから逆に、なんとかね、結果出したいと思えばあるんすよ。なんなんすかね、なんかね、当たり前に負けてくんすよ。なんだろう、興味のパチスローってそれは厳しいですけど、多少ね、例えば高設定ってもちろんですけど、低設定ってもそれなりの見せ場ってあったりするじゃないですか。あれこの番組に関してはマジでないんですよ。いや今日はゼロだったでしょ。今日ゼロです、ゼロです。ちなみに実証チーム3枚何枚でしたっけ。砂漠場3898枚。負けは覚えてるよ、勝ちは忘れるけど。一応まあまあこっちの勝利と。はい、だからなんだよ。いや、言っときましょう。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。お前までやろう。はい、もうまだ全然明るいですけど、早速帰りましょう。また次の回では日が高いですから、日が高いです。もう死んじゃって、死んじゃって、エブリィか、エブリィ見れるぞ今から。はい、はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。次回また会いましょう。さよなら。さよなら。スロータック。